始まってるでしょ。よかった、よかった。こんにちは。さあ、じゃあね、東京はまだまだ自粛だからね。今ちょうどここに歓迎いて、前僕ここにいるんですけど、前にレイカがいて、レイカがパパとか歓迎に質問し、これを皆さんと共有しよう。レイカの、はい、問題パッと見せてください。なぜ勸玄さんは帽子をかぶってるんですか。はい、だからそういう麗華さん、なぜ勸玄さんは帽子をかぶっているんですか。はい、どうぞ。勸玄君、なんで帽子かぶってるの。なんで帽子かぶってるの。かっこいいじゃん。手大きな声じゃなくて、それじゃなくて、はい、なんか今日は寒い、寒かったから頭隠そうかなと、うん、寒いから頭隠す。頭寒いんですよ。うん、頭寒い。そうね、学校の制服じゃないね。もうかっこいいね、これ学校の制服じゃないよ。うん、大丈夫。これ反転してるって言われてるけど、反転してます。大丈夫かな。反転してるってどういう意味。わかんない。大丈夫と思うんだけどさあ、じゃあ次は皆さんの言葉。こんにちは。これが何だろう。これがこんにちは。こんにちは。かわいい。あ、こうやってこん、5歳の娘がエビゾさん大好きです。ありがとうございます。こういうことだね。最近お家で何をして過ごしてますかって。最近だからこの人だね。ルールヌンチーさん。最近お家で何して過ごしてるかんか。勉強とか踊り。もう一回大きな声で喋ってください。勉強とか踊りしてます。勉強はどんな勉強してるんですか。あ、国語とか算数。算数が多い。本当、うん、じゃあ言います。勸玄君は何て呼ばれるのが好きなのって。何て呼ばれるの。勸玄君は何て呼ばれるんですか。帽子取っていい。やだ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 、はい、何て呼ばれるんですか。カンカンだね。そっか、こんにちは。カンカンのファンだって。また福岡来てから。福岡行きたいよね。ね、行きたいよね、うん、お魚とか美味しいしね。行きたいけどさ、なんだっけ、コロナで行けない。コロナだもんね。4歳の娘と見ています。娘のあだ名もカンカンです。だってなんで。え、お嬢さんはな、カンナちゃん。カンカンだってあだ名も、うん、すごくない。4歳の娘のあだ名カンカンだってさ、うん、じゃあ視聴者1万人行きましたね。あ、1万人行きましたね。そういうの見てなかった。じゃあ勸玄はじめまして。エピソさんはじめまして。勸玄君、帽子かぶってるのは髪を切ったからですかって。髪切ってないよね。美容院行ってないもんね。美容院に、やば、前そうだ、ね、ちょっとばあばがチョキチョキっておばあちゃん切ってくれたよね。それをっていうわけじゃないもんね。美容院行きたいからね。僕なんかさ、なんだろう、美容院でさ、行かなくたって自分でこう全部できるからさ、何の問題もないよね。髪型どう思う。あ、レイカちゃん質問来ました。なんすか。パッと、2人とっても似ています。レイカちゃんから2人とっても似ています。だから何を言えないよ。はい、何言ってんの。質問して君の感想でしょそれ。レイカちゃん面白いね。はい、勸玄君一番好きな遊び。面白いのしてみました。鬼ごっこ。鬼ごっこ、うん、鬼ごっこね。どんな鬼ごっこ好きなの。変わり鬼ごっこ。変わり鬼ごっこね。あ、普通の鬼ごっこね、うん、じゃあ行きます。今何が食べたいですかって。ジェスさん、うん、あー、ドーナツ。ドーナツ、うん、米粉の。米粉のドーナツね。確かにね。上何乗っけたいの。上？わかんない、うん、上はいらないけど。勸玄君身長はって。身長わかりません。そう、分かるだろ。この間測ってたじゃん、ずいぶん前に。いや、ずいぶん前でしょ。 120? あ、100? わかんないね、今わかんない。それ測ってないわな。すいません、わかりませんでした。じゃあ3人仲良く微笑ましいです。最近3人でしたゲームや遊びありますかって。だって、上で、あ、屋上だよね。屋上の上でサッカー。サッカーだね。サッカーが多いね、うん、でも明日雨降るらしいよ。雨降ったらどうするよ、うん、サッカーできないし、お外も出れないじゃん。しかも土曜日でしょ。明日土曜日で雨降ってたらどうする。分かんない。分かんないよね。
かわいいってさ、茨城に来てるよ、茨城行きたい。お、なんだろう、市川福五郎さんのことをなんて言っていますか。なんて言うんだよ、福五郎。福五郎、ね、お弟子さんの、福五郎。でもね、なんか福五郎は昨日連絡があって、関西のテレビ番組に何かリモートで出るみたいな、出ていいですかみたいなこと僕連絡があったんで、ぜひ出た方がいいんじゃないのって話はしましたよ。だから多分関西の番組で福五郎君出ると思います。よろしくお願いします。はい、ポチッとして、人狼ゲームやったって聞きました。やったね。でも最近やってないね。人いっぱいいないとできないもんね、あれね。家族3人でやったらね、もう絶対さ、すぐ分かっちゃうと思うんだろう、人狼ゲーム。はい、海老蔵さんと勸玄君の好きな食べ物は何ですかって。ああ、お芋。え、お芋。お芋。パパはね、本当は好きなのはピザとかパスタとかラーメンとかポテトチップスとか大好きだけど、最近はもうそういうのも食べずに、なんかどうよ、あんまりちゃんと好きなもの食べれてないね。どうも。お花描いてる。いいじゃないですか、あれはあれで。はいはいはい。カンカン、クク覚えましたかって。あー、くやー、来たよ。どうですか、正直に言ってから。覚えられた、覚えられなかった。半分まで言って、半分までですって。はい、半分まで。もっと頑張りますって。もっと頑張ります。はい、では次の質問いきましょう。よいしょ。福岡のキャナルシティで綺麗な噴水ショーがあるから、落ち着いたら3人で見に来てほしい。行きたいけどね。落ち着いたらだからいいよ。落ち着かないだろうって話だよね、まだ。京都来てください。行きたいね、京都ね。あ、京都、多分富士山が噴火したら行く。何、わけわかんないこと言ってるやめてください、そういう話。勸玄くんの大好きな歌舞伎役者誰ですか。大好きな歌舞伎役者、だ、いっぱいいるでしょ、いっぱい歌舞伎俳優。誰が好きですか、勸玄くんは。わかんない。いっぱいいるでしょ。誰が好きなの、歌舞伎俳優、役者。わかんない。あ、新次郎さん。ああ、新次郎さんね。新次郎さんも好きなんだ。なるほど、素晴らしいです。はい、次いきます。落ち着いたら何したいですか。コロナが終わる。コロナが落ち着いて学校も普通に行けるようになったら何を一番したいですか。ハワイに行きたいとか、温泉行きたいとか、みんなでご飯食べに行きたいとか、舞台に出たいとか、学校遊園地に行きたい。ああ、ディズニーランド。うん、やっぱそう。ディズニーランド行ったら何に行きたいの。え、ディズニーランドに。ただ行きたい。ただ行きたい。行きたいよね。ポップコーンがある。ポップコーンね、キャラメルポップコーン買いたい。うん、なるほど、パパも同じだね。じゃあ行きます。ドイツも来てて、ドイツ。ドイツ。カンカンとレイカちゃんのマイブームは何ですか。マイブームって、今レイカ、今一番自分がハマってる好きなこと何。好きなこと。ピアノとか追いかけっことか。自転車でしょ。自転車とか。まあしてることないもんね。はい、すぐ答えてください。ですね、遅い。まあピアノかな。ピアノか、そうだね。じゃあピアノ弾いて。はい、今花があるんだよ。嫌だね。はい、じゃあ勸玄のマイブームなんですかって。マイブームハマってること。ああ、うん、はい、543210。はい、遅いよ。ああ、もう何言ってる。悠々白書のテレビ。ああ、悠々白書ね。はい、問題できましたよ。はい、来ました。 2×5 は何って。 2×5 は2×10。正解正解正解。確かに2×50来ました。こんなのも嫌なの。嫌だね、嫌だね。問題とか、カンカン絵が上手。パン好きなんですか。昨日のパンの絵だわ。どっか行っちゃったね。ああ、どっか行った。なんでパンの絵描いたの。え、あのね、あれ学校の宿題。ああ、そうか。映画入ってました。将来の夢っていう。どうぞ。はい、いや違う、質問してよ。はい、わかりました。その絵の上に描いてくれ。わかった。なんで勸玄くんは今日スーツなの。かっこいいよ。スーツ。なんで、なんで、なんで、パパも全然わかんない。なんでスーツ。なんか麗華と勸玄が着替えてるから。遊ぶとか、どっか出かけるのかと思って。違うの、あの宿題が終わったから遊ぼうと思ったら、はい、あのパパがあのさ、これやろうって声かけてきたから。パパのせいなんだ。パパのせいじゃないぞ。すいませんぞ、すいませんぞ。じゃあね、で勸玄くんと海老蔵さん、お互いに好きなところ3つあげてください。で勸玄、パパの好きなところ3つあげてください。目。目、はい、1。
三つだよ。三つ、一目、二個目、眉毛。眉毛、眉毛。三、耳。ね、もうちょっとないの？なんかもうちょっとこうなんかこう面白い話。ない。な、目、眉、耳ね。で、関元パパがかもうちょっと。あ、パパが好きなところはね、あの眉毛と目と鼻と口と耳だよ。顔全体的な話？それと頭だよ。わかったよ。パパが関元が好きなところは柔らかい、ね、ぷにょぷにょ、そしてあの優しい、そしてなんだろうな、意外となんかやってないようでちゃんとしてるところすごいなと思ってる。聞いてる？まずプニプニなんだな、お前とレイかな。なんでこんなプニプニなの？あのね、学校のね、あのね、パートナーとかもね、プニプニだれる。だよね、これプニプニ、パパ大好き、このプニプニ。はい、じゃあ次いきます。優しいだって。優しい、誰だろうね。パパは優しいかな、普通だろうね。去年のミボリありがとうございました。 2×50 正解です。質問はないんですが、僕が、あ、質問はないんですが、僕は耳は聞こえないので音声認識につないでいます。ご了承ください。はい、全然大丈夫です。逆にどうすればいいの？手話できないし。何？耳聞こえない。じゃあこれください。いつもありがとうございます。あ、そうか、はい、じゃあレイカ、すいません、はい、レイカからの質問です。パパがハマってるアニメは何ですか？レイカさん書きました。悠々白書。パパがハマっているアニメは何ですか？今ですか、それとも昔ですか？どちらでもいいです。悠々白書。パパの話。昔は子供の時はドクタースランプから、やっぱりあられちゃんから、なんかドラえもんから、やっぱりそのドラゴンボールで悠々白書来たよ。それスラムダンクだから、その鳥山明先生から、こうなんだろう、え、だから藤子不二雄系、筋肉マンでゆで卵さん経由して、井上さん的な感じで、今はまた子供たちが見てるんで、やっぱりその悠々白書、ドラゴンボールだけど、やっぱり鬼滅の刃も最近そうだし、ワンピースも好きだし、なんで結構全部僕は大好きです。あ、じゃあ耳が聞こえない方に、そっか、なるほど、耳が聞こえない方に書いてあげてて優しいね。そうだね。でスキンケアはしてますか、お肌の手入れしてますかって。え、誰？パパ。してません。ません、してません。は、消すよ。あ、レイカ、レイカ、レイカやっていて、じゃあレイカ書くから質問に答えられたらさ、はい、なんか言って、はい、カンガン書こうか。大丈夫です。カンゲン君、そっち行かないでください。なんで？なんかお客さんがそれ大丈夫って、パパが言ってた。パパが語ったら歌舞伎みたいです。どういうことですかそれ、ちょっと意味わかんない。毎日ご飯は何を食べていますかって。毎日同じものじゃないけど全部違うね、うん、昨日はタイとバンバンジー、そして中華スープ。中華スープだね。わかめスープ。わかめスープだったね。還元、じゃあね、他の本当質問どうしたらいいですか、どうやってやってるの、わかんない。俺もね、正直分かってないです。スーツに、関元君、スーツに帽子をかぶるのは自分で決めたのって。ああ、自分で決めた。なんで、逆にどうして、教えて。教えてほしい。教えてほしい。教えてほしい人手を挙げて。はーい、レッカは絶対やら恥ずかしい。